と思っていたというのが嘘だと思います。あなたはこの方が少なくとも船橋の方は外国人であるということを絶対知っていたはずですよ。もう一度よく思い出してくださいよ。その方は民団の役員をしている方じゃないんですか。はい、野田総理大臣。今回の調査にあたっては弁護士の方にも入っていて調べていただきました。相手の方は私は認識していなかったろうと、日本人であると思っていただろうとおっしゃっておりますので、私もそう思っていました。で、民団の方であるということは後から分かりました。後から、平成20年か21年かその頃にその会に呼ばれたときに民団の役員であるということが分かりました。だからちょっと時系列的にずれています。はい、西田君。民団のどういう役職をされているんですか、教えてください。はい、野田総理大臣。正確な役職名は忘れましたけれども、役員であったときには思います。はい、西田君。私の調べたところ、その方はですよ、民団の船橋支部の、ね、議長さんらしいですよ、ね、そしてその方の お兄さんが今民団の千葉県本部の副確か団長さんですよ。ご存知ですね。はい、野田総理大臣。まさに幹部をされているということは承知を今しています。はい、西田昌司君。それで、あなたは街頭遊説されてますね。街頭遊説、大体どこでどういう形でされてたんですか。はい、野田総理大臣。月曜日朝6時から9時まで津田沼、火曜日6時から9時まで船橋、そして水木金、さまざまな駅のローテーションを同じような時間帯をかけて毎朝街頭を立っていました。はい、西田君。船橋駅は西武側東武側どちらでされてたんですか。はい、野田総理大臣。船橋の北口、西武側でございます。西武北口で立っています。はい、はい、西田君。その北口の前にあるのがその献金をもらわれくださった方の飲食店でありお店ですね。はい、野田総理大臣。先ほど申し上げた通り、私が訪問活動しているときに声をかけていただいた素晴らしい高官がいました。で、ぜひ私の店に来てくださいと言ったところがその北口のお店です。そこに一回行ったことがあります。はい、西田昌司君。で、それはいつ頃の話なんですか。そのだから面識あったのはいつ頃の話なんですか。浪人をして再起をしようという頃ですから、2000年かそのちょっと後ぐらいでは、あれその前後です。正確な年数は覚えていません。はい、西田君。で、この方はね、三兄弟でね、くしくもあなたが総理になられた時、朝日新聞の取材でその方のお兄さんとおぼしき方だと思いますがね、新聞に出てましたね。ご存知ですね。あなたのことを街頭遊説で見て応援していたと。ご存知ですね。はい、野田総理。ご兄弟で朝街頭活動をやっているとき、寒いときに手を握ってくれたり常に励ましてくださるご兄弟でございました。お会いするとですよ、しょっちゅうではありませんが、たまに朝通られるときには激励をしていただきました。はい、西田昌司君。そして、総選挙が終わった2009年10月マダンというのが千葉中央公園でありましたね。これ行かれましたね。はい、野田総理。参りました。はい、西田君。はい、どういうそこで挨拶されたか言ってください。覚えていません。はい、西田昌司君。こういうデタラメ言うんですね。じゃあ思い出してくださいよ。ここに書いてますから。これはあなたが喋ってるのが YouTube で出てまして、それをそのまま画像にして原稿を起こしたもんです。ここに書いてあるでしょう。ご紹介いただきました民主党衆議院議員野田佳彦でございますね。昨年に続きましてお招きいただきありがとうございます。もう一つ御礼申し上げなければならないのは、民団の皆さん方の力強いご推挙をいただき、力強いご支援をいただきました。心から御礼を申し上げます。そうですね、間違いないですね。はい、野田総理。これ以下省略とかなってますが、全体で何言ったかは率直に覚えていません。これ正確に起こしているんだったら、これがじゃあ事実なんだろうというふうに思います。はい、西田君。そしてね、どういう、まあいいや、
どういうね、これね、ご支援ご推挙、どういうご支援ご推挙、どういうことされてたんですか、みんなの皆さん方に。何をお礼になったんですか。はい、野田総理。推薦をそれぞれの選挙区で出していただいたというふうには思います。具体的な応援をどこまでやっていただいたかはちょっと個別には分かりません。はい、西田君。ポスターを貼ってもらったりビラを配ってもらったりしたんじゃないんですか。はい、野田総理。私はそうしたことはお願いしていません。じゃあもう一つのね、まあ総理はそうおっしゃるんですけれども、まあ応援した方の民団さんどう言ってるか、このこれは民団の中央本部のホームページです。どう書いてありますか。今回の選挙では外国人参政権を付与する方を応援すると。具体的に何をするのか、ポスター貼り、ビラ配り、電話かけ、こういうことをやろうとこう言ってるんですよ。でそのことをやっていただいて当選して御礼に行ったんじゃないんですか。でたらめちゃダメですよ。はい、野田総理。私のところではポスター貼りもやっていません、お願いもしていません、電話作戦もお願いもしていません。まあ、ここでどういう形でこれをホームページで公開しているか分かりませんけれども、私の選挙区ではそういう具体のことは何もやって具体的にお願いをしていませんので、これとは無関係であります。はい、西田君。じゃあ党としてみんなやってもらってるんじゃないですかね。党としてやってもらってるでしょ。党としていろんな方がやってもらってるんじゃないですか。これ事実じゃないんですか。いい加減なこと言っちゃダメですよ。野田総理大臣。個別の選挙でどういう形になったか分かりませんけれども、少なくとも私の主力限りの私の選挙区ではそうお願いはしてませんし、外国人参政権の問題で私は立場が逆でございますので、これをもって動いていただいているところは違うと思います。はい、西田君。いや、外国人参政権、野田総理は反対なんですな。はい、総理大臣。インデックスにいろいろ書いてあることは承知しますが、私は慎重な立場であります。はい、西田君。じゃあそれは外すべきじゃないですか。あなたが総代表なんだから外すとちゃんと言ってくださいよ。はい、総理大臣。党内ではいろんな意見があって、だからインデックスは今までの議論がずっと来た中で止まって、そしてその状況がインデックスに書かれているということであります。はい、西田正義。あなた方いい加減なことじゃダメだよ。党としてインデックスに書いて外国人参政権を与えるといい。民団はそれをもってここで応援してるんだよ。そしてあなたはここでその御礼をしてるじゃないか。